上、プロスピアチャオ、どうも、やちゃおです。はい、ということで、まさかまさかの OB 第6弾登場。誰が予想できんのって感じですけどね。最近こういうサプライズ講師もあって面白いんじゃないかなとは思ってます。でね、界隈がざわついてたりあたふたしてる中、たまたまね、更新待機やってたんで、生配信の最高同説を1700人突破することができました。今年ね、僕、生配信の同説3000人を目標にやってるんで、ちょ、これからも、何卒よろしくお願いします。で、昨日ね、爆速で必勝アリーナを累計回収させていただいて、なんと 33%、杉浦さんを獲得することができました。マジ僕、藤波さん、ボーリック、杉浦さんとか、本当に 33% 全部引き当ててる男なんで、33% の男とね、呼んでいただけると嬉しいです。で、ソフトバンクのね、イメージカラー、黄色。で、このアンダースローサブマリン。もう、イエローサブマリンやないかい。このね、イエローサブマリンも、おそらく、アンダースローの頂点に君臨します。アンダースローが生きるといえば、プロスピは、リアル起動ですよね。リアル起動でね、ちょっとどういう動きをするのか、今日は検証していきたいなと思ってます。なので、この動画では、リアタイ評価、どういった人たちが獲得して使った研究はいいのか、そしてね、リアル起動でどういった動きをしていくのか、見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、行くぞ。それではリアタイ評価やっていきましょう。まずはね、ステータス、なんと言ってもオール A。プロスピ界切っての能力になってるでしょう。その上で、請求スタミナが85の同値。リーグ勢にとっても重宝される存在になるんじゃないでしょうか。続いて、投手適性が先発中継ぎ、どちらも起用可能です。で、パッと見ね、もう皆さん気づいてると思うんですけど、スラムの変化量がデフォルトでマックスなんですよ。もう頭から宮西さんのタイピングがついてる状態できます。で、スラム落ちてる結構ね、じゃあ宮西さんであったり、野口さんであったり、中川さんであったり、左が多いんですけど、杉浦さん、右です。そこも踏まえて初見殺しであったり、厄介になってくるピッチャーになってくるんじゃないかなとは思います。そして特殊能力、伸びでストレートを、干渉することができた上で、キレで変化球にもさらにバフをかけていく。かなりね、全体通して整ってる能力になってると思うんで、12球団ソフトバンク純正において、両方とも強いんですけど、中継ぎワンポイントだったら参るんじゃないかなと思います。頭から3イニング行くと、さすがに3球種しかないですから、どっかで捕まる可能性はあるんですけど、ワンポイントだったら参ると思います。で、僕が今回推したいのは、どちらにおいても、リアル起動だったら、おそらく大エースになると思うんですね。それも踏まえて、この後のリアル起動を見ていっていただけると嬉しいです。まだまだ！そしたらね、早速、ルーム戦で、リアル起動を検証していきたいんですけど、さすがに翌日に、もう育成とかね、全部終わってる方々もなかなか見つからなかったんで、今回ね、スピリッツを統一させていただいて、まあ、尺もあるんで、2イニングでリアル起動をちょっと試していこうかなと思ってます。言うてももう、ダルチャレ、3、4ヶ月後に来ると思いますから、そろそろね、ダルさんの、そこガチる方々は、本気を出していかないとって感じで、ちょ、ここ僕も全力で活かしていただきます。対戦よろしくお願いします。いいですね、僕もちょ、普段メガネかけてるから、この杉浦さん、親近感が湧きますね。さあ、全出し、古里真子で活かしていただきます。よろしくお願いします。誰が的にやばくね？ガチ？僕的に杉浦さんマジえぐいね。リアル起動の覇者になるというか、リアル起動に置いたらマジ右に出る者いないんじゃないかぐらいの選手になるんじゃないかなと思ってて、ちょっとやばいな、この動き方。今のスラーブ見た？みんな。いや、誰が打てんだよ。それさ、コースビタビタ決められたらやばいでしょ。さあ、ワンスリー甘い球来るでしょう。あ、まあまあまあ、うわ、マジか。サード正面か。うわ、今のちょっとあれだな。テクニシャンバッティング見せたかったっすね。いや、ちょっとおもろいな、これ、普通に。さあ、そろそろ。誰が打てんだよ。誰が打てんだよ、その球。ちょっと一発入れたいけどな。まあ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 、シュートはまだ見えそうだね。どちらかと言ったら、この変則フォームの直球と、わけのわからん変化量マックスだね。そのスラーブが厄介すぎるな、あまりに。いや、それさ、マジでストライクゾーン入れられたら、打てる人いんの？ガチ。よし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 。よしよし、超えるじゃん。よしよしよし。大事大事大事。ストレートは逃さない。で、スラーブちょっと打ってみるか。スラーブ打てないと、杉浦さん攻略したって言えないと思うから、ちょっとこれスラーブ振っていくわ。まあね、まあね、内側食い込むボールはね、まあまあいいでしょう、そこはね。
俺のバースが俺、え、そんな浮く、えぐくね、ガチか。え、結構僕今上合わせたつもりなんですけど、火の玉ストレートより火の玉してるね、ガチで。ジャイロやね。うわ、今の行かないとでしょ。男が好かれるスタルは。いや、まあ、嫉妬はね、まあ、僕ね、過去にあの嫉妬が一番魔球なんじゃないかっていう、リアル軌道において。そういう動画もだ上げてるんですけど、リアル軌道においての嫉妬ってガチ、あの、全然甘え、誰が打てんねん、甘えじゃないですからね、ほんとに。さあ、ちょっと、ここは完封で行こうかなって思います。よろしくお願いします。まあ、基本的に配球なんですけど、まずはね、この、変則フォームが生きる浮くストレート。この火の玉ストレートを見せてって、で、まあ、高さ変えるのも結構ありかなとは思います。リアル軌道において、この、ストライクゾーンから、いやー、入ったら危ねえ。危ねえ。で、まだ相手、このスラブ見たことないでしょう。先ほどね、僕もドキモノいたんですけど、これ、安心じゃないでしょうか。え、打ってくんだ。怖いね。普通に当ててくるか。そうか。僕、初見の時全然当てられる気しなかったですけど。さあ、ちょシュートもどっかで見せていきたいな。シュートの使い方、お、危な。シュートの使い方なんですけど、多分このスラブと視点を合わせて、相手をね、ちょっと惑わせる感じがいいのかなと僕は思ってるんで、じゃあ一回シュート行ってみます。多分これね、スラブと思って反応してくると思うんですよ。よしよしよし。いや、どうなんだろうな、今の打ち方。普通にバレてたかな、わからんですけど。ナイス。ナイス、三者凡退。さあ、これちょっと決めないと、何にも試合展開がない状態で終わっちゃうんで、そろそろ一発いかせていただきます。いいや、豪快な打球、豪快な打球、豪快なスイング。そのさ、この実況が一番萎えるよね、このプロスピにおいて。豪快な打球。捉えてるつもりではあるけれども、まあなんかタイミングが違うんだろうな。いや、ダメだ。チョーク落ちない、落ちない、落ちない。全然落ちない。一発決めようや。多分これスラブ来るっしょ、最後。いや、もうあれだわ。まだ言うてね、僕も捕まってないんで、ちょっとタイブレイクを狙っていきましょうか。いや、やっぱエグいよ、これ本当に。あのね、僕も昨日、帯6段、食いに来たわけじゃないですか。で、やっぱりちょっとこの道中うんぬんだったりとか、さすがに、今のランク、大会環境で、このスラーブ一辺とはきついんじゃないかなっていうことで、ちょっと外れ枠なんじゃないのとは言ってたんですけど、まあ、モデルビュアー見たんですよ。めちゃめちゃ変則フォームじゃん。で、このスラーブに直球。え？リアル軌道最強じゃねってのがあったんで、ちょっとやっぱりこれ、引っかかってるというか、あれだよね。相手もかなり苦労してそうよね。え、やば、敵パイヤ、かわいそう。それはかわいそう。さあ、これちょっとね、上のスラーブとかも、ブラフで見て、手出してこないかな。さすがの選球眼。シュートとか見せます？ちょっとね、これを成功させたいんだよ。これ多分ね、見間違えるケースもあると思う。よし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 。球場狭いやん。持ち合いさんのキャパに追いついてないの。で、最後、決め球。これ、もう変化量マックス、スラーブで、チェックメイト。完璧です。強くない？マジで。ソフトバンク純正とかやばそうだけど、これ取りに行ってたら。さあ、ちょっとこれ一発怖いですけれども、なんと言っても、この安心と安全のスラーブがあるんで、さあ、タイブレイク。さあ、25番輝いていけ。スラーブを攻略しちゃう年頃。ザッ！タッチアップとかない？マジ？俺今ストレート張っててあれだかんね。えぐいなぁ、この変則フォームの直球の浮き上がり方。別ゲーだもんね。パワープロくん、もはや。よーし。さあ、もうスラブは慣れてきた。あとは直球をこれグランドスラム入れて、さあ何のために相棒一番に入れてきてるのか。さあさあ僕グランドスラム見せます。ダメダメダメ、まあ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 、ベンチョクでも上出来でしょ。よし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 、嬉しい。なんか普通に嬉しい。なんか普段のさ、ランク戦とかで打った時よりなんか全然嬉しい。なんだこのピュアピュア、なんか久しい気持ちになったな。これがあれか、3年前のプロスキーにハマった時の気持ちなのかな。ザッハ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 。今のは入ってこないか。もうこれ完封で決めるから。杉浦さんもみんなぜひ使って、当たった方々外れじゃないからね、本当に。うわ !33% 誰みたいな。杉浦さんマジみたいなあると思うんだけど、外れじゃないってことをちょっとこの動画で。
認識していただきたい。これスリーラン打たれたらマジ泣いちゃうかもわからん。スーパーの捉えられてないよね。内側とかさ、こうならなインコース詰めろって話だよね。怖っ。さあゲッツゲッツ。いやー、石毛さんには厳しい。広角ついてるので内側詰めていきたいところ。さあシュートとかでちょっと行きましょうか。さっきからねスラーブ中心の配球してたんで。え、いいんじゃない、いいんじゃない、かなりで、ちょっとストレートどうなの、同じ場所にね、同じ場所にね、して合わせるのマジ大事です。本当にもうどのルールにおいても、ランクにおいても超高速においても。で最後ちょっと視点ずれちゃうんですけど、びっくりした、危ねえ、リアル起動でよかった。ランクとかだったら今もう終わってましたからね。ガチで皆さん気をつけてください。本当に嫉妬あかんすよ、嫉妬あかんすよ。いやまあね、リアル軌道に救われましたね、完全に。で、あの左バッター出てきたんで、ちょっと先ほどからね、あの引っかかっていたこの内側スラーブをズバ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 、あーどしたあーどした。ぜひみんなリアル軌道、あのミキサーしないで撮っといてくださいね。ダルチャレで本当に一番強いですから。もしこの動画面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録高評価で、今後ともやっちゃうチャンネルよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたします。バイバイ。